背中を中まで痩せなかった女性が昼夜2回やっただけでマイナス5センチ出ました。おめでとうございます。実は僕もダイエットしてて1ヶ月でマイナス5キロ達成しました。暇さえあればやってたのが実はお腹のマッサージなんです。だから本気でお腹まで痩せたい人はマッサージしてからストレッチ筋トレしたら絶対痩せます。まず楽な体勢で座って気になる下っ腹を両手で揉んでいきます。どこが正解っていうよりも自分の気になる部分、気になるお肉をつまむイメージですね。痛気持ちいいぐらいでやってみましょう。これお腹のこう血流が良くなるので便秘解消とかにもすごい効果的です。こう呼吸は止めないようにして肩力入れすぎないように意識をしましょう。次下っ腹じゃなくてもうちょっと腹筋上の方つまんでいきます。このくびれがないとかこう肋骨が締められないって人はこの辺が硬くなってます。しっかりね痛気持ちいいぐらいでつまんで柔らかくしましょう。これ本当は皮膚だけつまむイメージでつまんでほしいんですけど多分僕も含めて硬いのでこうね筋肉と脂肪も一緒につまんでる感覚になると思います。やっていくうちにね皮膚だけつかめる感覚が分かってくると思います。こう痛気持ちいいぐらいでねお腹の気になる部分全体的にやっていきましょう。次脇腹です。これも気になるところを掴む、両方同時に掴む。ダン、僕はこうやって掴んでます。これもねもうどう掴むのが正解とかもないので別にこうやって掴んでもいいしこうやって掴んでもいいしやりやすいようにねやってみましょう。で場所も自分が気になるところをつまむってイメージですね。結構痛いですよね。猫背だとやりづらいのでちょっとねこう骨盤をグッと立てて行うとつまみやすいかと思います。次はもうちょっと背中寄りの腰肉やっていきます。なるべく骨盤を立てた状態で腰肉ですね。さっきの脇腹よりもうちょっと背中寄り。痛い。僕はこうやってねちょっと膝立ちしたりするとちょっと腰が反れて腰肉つかみやすくなりますね。もちろんこうやって正座でもあぐらでも大丈夫です。皆さんがつかみやすい体勢探してみてください。これ昨日出した腰肉15分チャレンジと一緒にやるとめちゃめちゃ効果的です。この後にやったらね、汗が吹き出てきました。OK。次はもう背骨の横ですね。背骨の真横あたり、もう本当に背中の筋肉マッサージしていきます。あ、痛い。これもつまむイメージです。ちょっとね腰を反らせた方がやりやすいと思います。極端な話立ってやってもいいです。このね背中つまめればそれで OK です。でこの動画の、あとは15分チャレンジ昨日の15分チャレンジやりましょう。 できたら15分チャレンジ終わった後にもう一回振られたら最高です。概要欄に貼っておきます。でそれでもやっぱね物足りない方はもっときついお腹痩せを概要欄貼っておくのでそれも一緒にやってみましょう。オッケー。つぶせに寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。耳の横に両手をついてグッと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。しっかり肘を伸ばしきることで腹筋が伸びてきます。腰が痛い人はこんな感じ肘をついたままちょっとね顎を上に持ち上げるだけでも腹筋が伸びてきます。まず腹筋をしっかり伸ばしてからそれから腹筋を使うエクササイズを行います。これでね腹筋の効果が倍増しますので最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ふぅ、OK。 そしたらこんな感じで肘をついた状態でお腹だけ浮かせます。膝はついてます。つま先は立てておきます。膝つきプランクです。なるべく腰をぐーっと丸めることで腹筋を使います。もしもね肩がきついって方はこの肘つく位置をちょっとね自分の体に近い方に肘つくと肩肘は楽になると思います。しっかり腰丸めて腹筋意識して使って、ふうきつい、腹筋意識して使って使って頑張って、ふうよし OK。 次は左のお腹の前面ここ伸ばします。左足を右こんな感じで持っていきます。ここが伸びれば OK です。つま先をなるべく向こう遠くに向かってぐーっと伸ばすと
左のお腹より伸びてきます。呼吸はね止めないようにしましょう。腰肩痛い方、痛みない範囲で OK です。左のお腹、ここが伸びてれば OK です。こんな感じでちゃんとストレッチとか休憩がね間々入ってますので安心してください。 OK、 じゃあ次逆側行きます。右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面をストレッチしてます。つま先をなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすとより右のお腹が伸びてきます。呼吸は止めないようにして、肩腰痛い方痛みない範囲で OK です。右のお腹伸びてますか？もしね伸びないよとかやり方わかんないよって場合はコメントでお気軽に質問してください。呼吸しっかり止めないで。 OK、 そしたら次は四つん這い。こんな感じで四つん這いになります。で、片足ずつグッと上げる。しっかり足を高く上げることで腹筋を使います。前ももをお腹に近づけるイメージ。なるべく腰を丸めておいた方が腹筋に効いてきます。頑張って。音立てても平気な人はこうやって飛んでもいいですが、なかなかね音立てれないと思うので、こんな感じで片足ずつゆっくり上げれば十分腹筋に効いてきます。頑張って。手がきつかったらちょっと手前に手をついたりすると楽になると思います。 OK、 そしたら手を耳の横につきます。そのまま上半身グッと起こします。もう一回腹筋のストレッチです。腹筋伸びてますか？余裕あったらちょっとねぐーっと顎を持ち上げるとより伸びます。腰が痛かったら肘ついちゃって OK です。この次の種目から上向きになります。スマホはね手に持たないでどっかに立てかけておくとやりやすいです。手をね両手を使う種目があるので、スマホはどっかに立てかけておきましょう。よし OK、 これで上向きになりましょう。そしたら膝曲げたままグッと足持ち上げます。腹筋使ってお尻を浮かせる。呼吸は止めないようにしましょう。この時手はねどこでも OK です。こうやって後頭部に手を当てておいてもいいです。しっかり腹筋下っ腹意識してお尻が上がるぐらいまで持ち上げましょう。頑張って。呼吸を止めないで。きつい。ラスト1回。よし OK。 そしたら膝は曲げたまま後頭部で手を組みます。手でまず頭をグッと持ち上げちゃいましょう。その状態から腹筋です。起き上がる。ちょっと肩甲骨がね床から浮くぐらいで十分腹筋に効きます。首が痛い方はちゃんと手で頭を持ち上げた状態からスタートしましょう。首の力で起き上がろうとすると首が痛くなります。呼吸を止めないで頑張って腹筋意識して、きつかったらサボっても OK。 頑張ってよし、OK。次は膝曲げたままドローインしていきます。鼻から息吸って限界までお腹膨らませましょう。お腹を限界まで膨らませる。もう膨らまないよーってとこまで膨らましたら、ゆっくり吐いて、吐いて、ふー。しっかり息を吐きながらお腹をへこませると、お腹硬くなるのがわかると思います。よし、もう一回深呼吸。ゆっくり吐いて。吐いて。深呼吸は自分のペースいいですよ。吐き切って、お腹固くして。よし。OK。そしたら、膝曲げたままで、右手で右のかかとタッチ。左手で左かかとタッチ。これ繰り返していきましょう。きつい人はこんな感じで、ふくらはぎ、すねのあたりタッチでも OK です。余裕がある人はちゃんとかかとタッチ。頑張って。もしも首がきつい方はこうやって手で首持ち上げて、それでこうやってね左右に振ってもいいです。首が痛い方は無理しないでください。頑張って腹筋意識して。きついきつい、頑張って、あと少し。 OK、 そしたら次休憩ストレッチ。左足を右、
こっちにねじります。この腰ねじった状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中にかけて伸びてればそれで OK です。もしね、この動画ペースが速すぎる、もしくは遅すぎるあれば、再生速度を自由に調整してみてください。再生速度のね、変え方わからない方は概要欄に再生速度の変え方リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。よし、 OK。 じゃあ逆ねじります。右足を左、こっちにねじります。この状態で深呼吸しましょう。お尻、腰、背中が伸びてれば OK です。結局ね、腹筋ってついついこう鍛えることばっかりに目が行きがちなんですけど、腹筋って鍛えてばっかで硬くなるとどんどんこう腰が固まっ、丸くなって猫背になっちゃうんですね。腹筋が硬くなるともうボディビルダーみたいにこういう猫背になっちゃうから、ちゃんとねこうやって腹筋とか腰周りのストレッチも行いながら並行して腹筋を使うトレーニングをねしてあげるのが大切です。 OK。 そしたら次は両手を後頭部で組んで、手で頭をグッと持ち上げます。で、足も浮かせて右肘で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、こうクロスねじるイメージです。しっかり腹筋意識して、肘で膝タッチ、頑張って、頑張って、きつかったらサボって OK。 しっかりねじって腹筋意識して、首痛い方ちゃんと手で首持ち上げてクロスして頑張って頑張って、呼吸は止めない、頑張って、きつい、あと少し、もうちょっと頑張って、きつい、あと少し、5秒、きつい、頑張って、あと少し、呼吸止めない、よし、 OK。 きつい、休憩ストレッチです。膝伸ばして肩幅より広めに開いたら、つま先を内、外にねじります。しっかり股関節からね、内、外にねじる。もしもね、全然物足んないよって方は、この時もね、ドローイン、しっかり腹筋に力入れて、腹筋固くしたまま休憩するとよりきつくなります。ただあくまで休憩なので、僕はそんなに頑張らなくてもいいんじゃないかなと思ってます。しっかり内外ねじる、 OK。 そしたら次は皆さん大好きな自転車こぎいきます。大きく円を描く、なるべくお尻を持ち上げておきましょう。ふう、頑張って頑張って、うわきつい、しっかりお腹意識して、大きく円を描く。余裕があったらペースアップ、もうちょっとペースアップ、頑張って、ふう、きつい、腹筋ちゃんと使えてますか？余裕があったら上半身ちょっとこうやって起こしておくとより腹筋に効きます。きついきついきつい、腹筋意識して頑張って、お尻はなるべく上げておいて、あっ、 OK、 よく頑張りました。そしたら膝立てたまま足は肩幅ぐらいに広げて左右に振っていきます。休憩ストレッチです。なるべくね、普段動かさない範囲まで動かしたいから、しっかり膝倒す、しっかり膝倒す。物足りない方は腹筋にずっと力入れておいてもいいですよ。腹筋ね、硬くしたままこれやると結構きついです。この次の種目はズボラ腹筋という種目をやります。昔はね、よくやってたんですけど、最近動画の中でやってないので初めての方もいると思うんですが、ズボラ腹筋一緒にやっていきましょう。両手で膝を抱えます。このまま反動つけて起き上がる、これだけ。しっかり腹筋を使って起き上がるイメージ。呼吸はね、止めないようにしましょう。ちゃんと腹筋使えてますか？きつい、きつかったらサボっても OK。 もしくはね、再生速度調整してもいいです。自分の頑張れる範囲でやりましょう。もしきつくてね、頭痛くなったり気持ち悪くなったりした方は、すぐに動画止めて休憩しましょう。無理せず自分のペースやりましょう。よし、 OK。 よし、次は右股関節大きく外回ししてきます。大きく外回し、あんまりね、普段腹筋の種目入れないので結構皆さんもきついんじゃないかなと思います。これゆっくり大きく外回しです。
ゴリゴリ音が鳴る方、痛みがなければそのまま大きく回しちゃって大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく、痛みがない範囲で股関節をね、外回ししてあげましょう。なるべく高く上げる、しっかり高く上げると腹筋にも効いてきます。 OK、 左足いきましょう。こちらも大きく外回し、大きく外回し。以前にね、1回だけ質問でもらったんですけど、こういう腹筋トレーニングみたいなことすると腹筋バキバキに割れちゃうんじゃないかとか、なんか逆にね、腹筋の筋肉がついてお腹が太くなっちゃうんじゃないか、ウエストが細くなっちゃうんじゃないかって質問をいただいたんですけど、物理的にかなり難しいです。理屈的にもちろんそうなっちゃう可能性もあるんですけど、腹筋割れるって本当体脂肪率1桁とかなので、そこまで痩せてる方はそうかもしれないですけど、一般的に腹筋割れないですし、ウエスト太くならないので大丈夫です。OK、 そしたら次はですね、このまま交互に足を上げる、上げる、腹筋しっかり意識して、もしきつかったらこうやって足つけた状態からこれでももちろん OK、 しっかり足高く上げると腹筋に効いてきます。きつい、頑張れる人はこうやって上げてない方のね、足をしっかり伸ばしきるとよりきつくなります。腰が痛い方は無理しないで、頑張って、よし OK。 じゃあさっきも行った腹筋もう一回いきますよ。後頭部に手を組んで頭をぐっと持ち上げます。このまま腹筋30秒頑張りましょう。起き上がるときに息を吐き切る。首痛い方、ちゃんと手で首を持ち上げた状態からスタート。それでもね、首腰痛い方無理しないで、痛みない範囲で OK。 きつい、きつい、あと1回 OK。 そしたら次ドローンやっていきましょう。膝曲げたまま大きく深呼吸、限界までお腹膨らませて、お腹を膨らませたらゆっくり吐いて、吐いて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 、吐き切ってお腹固くして、よし、もう一回吸ってゆっくり吐いて、吐いて吐いて、お腹固くなるまで吐いて、もう吐けないってところ、吐いて、オッケー。次、足パカ、膝曲げたままやっていきましょう。こんな感じですね。膝曲げたまま足パカ、お尻を持ち上げておくことで腹筋にも効いてきます。腰が痛かったらお尻の下に手を入れてもオッケー。限界まで開いてしっかり閉じ切る。腹筋はずっと力入れておく。なるべくお尻持ち上げといて、しっかり閉じ切ると内もも付け根に効きます。きつい、あと少し、これ終わったらもう一回うつ伏せになります。ふう、頑張って、しっかりラスト1回閉じ切る。 OK、 うつ伏せになりましょう。では腹筋のストレッチやっていきます。手を耳の横について上半身をぐっと反らせます。腹筋が伸びれば OK です。腰が痛い方、こんな感じで肘ついても大丈夫です。腹筋をね、たくさん使ったんでしっかりこうやって伸ばしましょう。最初よりもね、腹筋の伸び感が強いんじゃないかなと思ってます。たくさん使って縮めた証拠ですね。腰が痛くない範囲でぐーっと反らせるとより効いてきます。きつい、 OK。 そしたら次、肘を肩の真下ぐらいについて、今度は膝つかないでプランクやりましょう。なるべく腰を丸めておく。腹筋力入れて、腹筋効いてますか？余裕があったらこんな感じで足つけても OK。 でもしきつかったらこうやって膝ついても OK。 腹筋が使えてればいいです。それでもどうしてもきつかったら最後10秒、もちろんサボって大丈夫です。無理しないで、腰が痛い人とかは特に無理しないで、しっかり腹筋意識して。OK、 ではお腹の前面伸ばします。左足右に持ってきて
ここ伸ばします。左のお腹前面伸びてれば OK です。なるべくつま先遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。伸びますか、お腹が。いやでもね、ここまで頑張った方結構すごいですよ。データで見ると分かるんですけど、ズボラストレッチみんながみんなね乾燥してるわけじゃないから、こうやって最後まで乾燥してる時点でね、もうちょっとねズボラじゃなくてかなり真面目な方の部類に入るんじゃないかなと思います。よし、 OK。 次逆いきましょう。右足を左にこっちに持ってきて、右のお腹の前面しっかり伸ばしていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。しかも皆さん本当にここまでよく頑張りました。これでもね、もし物足りないよって方は概要欄にお腹痩せの動画追加で貼っておきます。あとね、サブチャンネルとかズボラストレッチの教科書、ツイッター、インスタも概要欄あるので、ぜひお時間ある方見てみてください。呼吸止めないで最後まで。よし、 OK。 ここまでよく頑張りました。お疲れ様でした。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。